4年ぐらい前かな。このかっこいいヒロシをね。いや、めっちゃかっこスタイル。このスタイルの良さよ。めっちゃかっけえよな、ヒロシな。躍動感、バサー。こう、背広のさ、バサーって感じもいいしね。このスタイルの良さとさ、最高のヒロシゲットしてさ、喜んでいたのだが、これ全種じゃないんだよね。しかもね、なんか見た感じ、箱の横見た感じ、こっちが後に出たやつっぽいんだよね。いや、かっこいい。マジかっこいいんだけど、ヒロシ。何これ。男の中の男の顔してね、これ。男の中の男。スタイルも。もう外国人のスタイルじゃん、あれ。あの足の長さ、肩幅。外国人の。これマジ鍛え込んだら、もうザロックみたいになれるよ。ブロックレスラーみたいになるよな、体型的に。ヒロシがね。めちゃめちゃかっこいいヒロシのフィギュアが、なんと A のヒロシ、B のヒロシ、で、俺が先にゲットした C と D なんだよね。C と D ってことは、これ後に出たやつなのかな？俺先にこっちゲットしてたんだけどさ、こっちのヒロシまだ持ってなくて、たまたまフィギュアショップで発見したの。一人の女をずっと愛せるなんてかっこいいじゃねえか。それをバカにする奴らなんか気にするな。かっけえ！ヒロシ！ガチのマジでさ、ヒロシの欠点って足くせえだけだよな。足臭くなかったらこれ完璧な男じゃない？これ。足臭。足臭じゃなかったら完璧なヒロシだよな、これな。うわ、かっけえ。佇まい。いや、ついに全部揃った ABCD のヒロシ。これもうないよね。これ以外にあんのかな、このかっこいいヒロシシリーズ。多分これで全種コンプだと思うんだよね。かっこ、打ち合わせだった。 スタイルやばすぎ。これはかっこいいわ、係長。人間ってやつは一人を幸せにすることはなかなかできないが、100人を不幸にすることは簡単にできてしまう。ヒロシー！これぞ男の中の男のフィギュアだな。これぞ男の中。これプライズって書いてるけど、かなり前の商品だと思うから、もう多分ゲーセンないと思うんだよね。だからさ、こうフィギュアショップで見つけてゲットできてよかったわ。しかもたったの1箱2000円くらいで、こんなかっこいいダブルヒロシ。ではでは早速、このヒロシを開けていくか。まずこっちのヒロシから開けて、俺黒いやつ、それかっこいいじゃん。こっちの黒もかっこいいじゃん。でもね、俺アニメのヒロシの背広っつうかさ、このスーツ、こっちの色のイメージなんだよね。昔のシーン。昔のヒロシこれ着てたじゃん。で、この、なんか色がすごくね、馴染み深いというか、なんというか。このさ、俺のフィギュアシリーズさ、もう出ないんかな？ヒロシ。ヒロシどんどん出してほしいね。いろんなポーズのヒロシ。俺のフィギュア。ヒロシ。あとこのクオリティでさ、プライズでアクションカメとか出ないんかな？お、来たー！ヒロシがこの中に眠っているぜ。野原ヒロシ。35歳。足が臭い。マジでヒロシみたいなさ、男になりてえような大黒柱、一家の大黒柱ヒロシみたいなさ、家族を愛しね、たった一人の女、ミサイを愛し、息子しんのすけを、娘ひまわりを愛し、野原ヒロシ、さ。何このイケメンフェイズ。 イケメンすぎだろ。野原ヒロシ、いや、マジかっけえ。これ今日、カッコつけてる時の顔だからいいよね。メモってこの足の長さよ。やばくね？この足の長さ。俺この半分ぐらいしかないからね、足の長さ。ガチ。俺足の長さこの半分ぐらいだもん、これ。足長っ！俺の2倍の足の長さだぞ、これ。めちゃくちゃ長いんだけど、足。なんで外国人のスタイルやんけ。外国人の野原ヒロシ。すごい、完璧超人だわ、ヒロシは。もう家族を愛しね。高身長。高収入、高学歴、もう揃ってるよな。家か一軒家ローンで買えんだからな。高収入、すげえよな。32年ローンだけどさ。いや、すげえ。服のシャツのシワ感とか男だわ。男の背中を堪能できるね。まずは男の背中を見て、ふ。これが家族を愛する者の男の背中だぜ、さ。かっこいい！バラだよね。多分バラだと思うけど。ブーケ持ってる。これブーケって言う？花束か。花束、こっち持たせんのかな？こういうふうに。持った！とりあえずはこういうことだよね。花束を持たせると、かっけえ。めちゃくちゃかっこいいんだが。なんだこのヒロシ。白も似合うな、ヒロシな。黒が一番かっこいいんじゃないかなと思ったけど。でもってこれがヒロシの背広。背広もあるから、ヒロシの背広を、背広って言うよね、これね。スーツって言った方がいいから、背広って今でも言うよね、背広。背広、おー、いいね。バサーってやってる。背広ですな。これ前回のと同じ造形になってんのかな？なんか同じっぽいな。あ、同じだわ。前回と同じ造形になってるよね。
全く同じでね。あ、同じだね。前回と同じ。ヒロシの肩に穴が開いているが、ここに差し込みつつ、あの前の手のね、この指先に引っ掛けるような感じで、このようにセッティングすれば、完成した。めちゃくちゃかっけえ。うわぁ、これはか、いや、前回のもかっこよかったよ、正直。めちゃくちゃかっこよかったけど、今回花束持っていくからさ、イケメン度アップしてね。イケメンレベル。ヒロシ、ヒロシめちゃくちゃかっこいい。え、やばー、やべ、これモーマンセット欲しいな、ダブルヒロシ。これモーマンセット欲しい。え、こんなかっこいいヒロシある？この世の中に他のフィギュアで。こんなかっこいいフィギュア、オールドフィギュア以外である？これ。台座なくてもこのように余裕で。自立はするんだけど、台座につけた方がさ、安定するから、まあ当たり前だけど、台座に、マジでか、ヒロシ。え、イケメンすぎない？これ。何頭身？このヒロシ。やべえ。ヒロシ何頭身？俺3頭身ぐらいだからね。俺3頭身だぞ。ドラえもんにギリ勝ってるぐらいだからね。ヒロシこれやばくない？このスタイルの良さ。顔ちっちゃ。顔、俺の半分くらいしかねえんじゃねえか。ヒロシイケメンすぎるんだけど。何このスタイルの良さ。これはミサエ惚れるな。これはミサエじゃなくても惚れれるでしょ。ヒロシ。しかもめちゃくちゃ優しくてさ、いいやつだしな、ヒロシな。ヒロシめっちゃいいやつだよな。俺だったらミッチーとヨシに100回ぐらいボコってるよな、あいつら。あいつらガチハラ、あいつらを。しかしながらヒロシはな、心が広いから。器がでかいんだよね。俺の器こんなもんだからさ、針の穴ぐらいしかないから。すぐ切れんじゃん。でも、ヒロシは器で、そこもちょ、見習うわ。ちょ、ヒロシ目指そう、マジで。こういう中年になりたい。めっちゃかっこいいわ、ヒロシ。男の中の男だもんな。ちょ、目指そう。ヒロシを目指そうぜ。心の余裕がさ、もう、でかい男だからさ、心の余裕がこう、表情にも出てるんでね。ほら、心の余裕が。あ、黒、待って、黒じゃないかも。え、違うわ、前回のと。俺前回のと同じだと思った。なんかメタリッキーか。あ、待って。シルバーメタリック、いや、ブラッキーメタリッキー。ブラッキー、前回のと違う。前回のこんな感じで、もうブラックなんだよね。超かっこいいブラック。ブラックスーツ。でも今回なんかテカってんだけど。なにこれ、バイノ、めっちゃかっこいいんだけど、これ。うわ、ヒロシ。なにこんなの履いてんの、ヒロシ。めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。じゃあ上もさ、上着もこんぐらいテカってんのかな。すげえテカってる。今回のヒロシのスーツ。おー、かっちぇ。そっか、なんか、あれか。あっちは背広だけど、こっちはタキシードみたいなもん着てんのかな。花を持たせまして、花束を持たせ、うわー、際立つね、赤が。黒いズボンとコントラスティングいいね。ブラック&レッドの。クソかっこいいんだけど、ダデンヒロシ。めっちゃかっけえ。ねえ。この上もさ、もちろん、ああいうなんかメタリッキーカラーになってんだよね。マジか、画像じゃわかんなかった。画像だとメタリッキー気づかんかったけど、これガチのメタリッキーだわ。全然違った。前回のと同じ、つか全部色違うんだね、じゃあね。これはかっこいいわ。いや、ヒロシかっこよすぎだろ、これ。これ、ひょろがりじゃなかったらもっとかっこいいんだけどな、この骨格。せっかく神に選ばれし骨格してんのにさ、日本人で。日本人でこの骨格持ってるやつめったにいないじゃん。この神に選ばれし骨格してんのに鍛えてないから広がり、もったいねえな。これで筋肉つけたザロックみたいになれるよ。ブロックレスラーみたいになれるよ。いや、かっこいい体型だわ、これは。マジでか。ドイザめっちゃ傷ついてんだけど、なにこれ。ドイザめっちゃ傷、なにこれ、めちゃくちゃ、いや、でもここでムカつかないのがヒロシだからね。もう俺いつもここでムカつくじゃん。畜生ってなるけど、ここでムカつかない。いいよいいよ、みたいな。お前らがいればいいんだよ、ミサエ、しんのすけ、ひまわりみたいなね。こんな感じで、心を広く持つと、ヒロシみたいになるぞと。いかないよ、俺は、このぐらいでは。俺も短期卒業してるから、ムカついてきたよ。ちょっと待って、めっちゃムカつくわ。めちゃくちゃムカつくけど、まあ、しょうがないと。こういうこともアルパティーノさ。なんだこのイケメン。何このイケメンたち。で、スーパーヒーローみたいなスタイルしてんだけど。マジさ、アメリカのスーパーヒーローみたいなスタイルしてね。すげえな、このスタイル。手足の長さ、肩幅。男の中の男だわ。この骨格日本人で持ってるのめったになかなかいないからね。いや、ただ背高くてもさ、あの骨格がさ、日本人の骨格じゃん。でもこれ外国人の骨格だからね。外国人の骨格。俺の友達とか190とかさ、194とかいるけどさ、やっぱ日本人の骨格ででかいのよ。違うの、ヒロシは。外国人の骨格ででかいのよ。
だからかっこいいんだよね。いや、外国人の骨格のあの比率だったら、もう175ぐらいのチビでもかっこいいんだよね。やっぱスタイルがいい、ね。あの、俺みたいに頭まででかいとそこで積むから。ヒロシだって俺と身長ほぼ変わんないからね。ヒロシ身長か、俺と変わんねえのさ。硬い、この頭身。素晴らしい頭身。俺、三頭身。なぜ？ということで、今回は、野原ひろしのね、俺のフィギュア、めっちゃかっけえシリーズの、俺のフィギュアシリーズの、野原ひろしの開封レビュー、動画でした。みんなもぜひ、まだ持ってない人いたら、これはね、コンプするしかねえ。俺ももっと早く、なんで早く見つけなかったんだと、悔やまれるわ。もう毎日このひろしを見て、ひろしの心、もうひろしになれるように、心がけるわ。めっちゃかっこいい、このひろし。すごいな。こんなにかっこいいヒロシのフィギュアが4体も揃うと。あと、私ら出ないんかね、この俺のフィギュアシリーズ。ヒロシもっと出してほしいな、どんどん。男同士のお約束ポーズしてるヒロシとかさ、しんちゃんもね、付属で入ってんのね。男同士のお約束、あれいい、かっこいいよな。あとさ、北最短ブルース歌ってるさ、ソボフルー。雨に濡れている、お前の背中が。躍動感もあるしね、バサー。ミサエ、待ってろよ。かっこいい！ミサイ羨ましいな、ミサイな。こんないい男。足臭いけど。足、でも足臭いのもいいとこになるかもな。かっこいい。もうイケメンだからさ、足臭いのは唯一の欠点ないと怖いじゃん。唯一の欠点みたいなさ、足臭。やっぱ欠点あった方がいいじゃんな。無欠点ないやつ怖くない？なんか、やべえこいつなんだこれ欠点ねえぞみたいな。いや、ちょっと足臭いとか欠点あった方がさ、あ、同じ人間なんだなと。うん、ちょっと怖くなくなるから、やっぱ足臭いってそこでバランス取ってんだな、ヒロシは。他が完璧すぎるから、足が臭いと、髭が濃いと。まあ、髭が濃いは別に、いやでも髭が濃いって欠点じゃない。髭毎日剃るのめんどくせえじゃん。ほんとめんどくせえじゃん。剃っても剃っても生えてくるこの髭野郎ども。こんだけ剃ってんだからさ、空気読んでさ、もう生えてくんだよと思うね。もう毎日剃られてんだから。お前嫌がられてんの。生えてくんだって思うんだけど生えてくんだよね。速攻生えてくから俺。もうヒゲそっこヒゲも濃いしな。足臭くないのがせめてもの救いだわ。